こんにちは。漫画アニメ研究部へようこそ。ブリーチに登場する死神の中でも最強キャラとして知られている11番隊隊長のザラキケンパチ。ケンパチは長年固定13隊の隊長の中で唯一残白島の2段階目の解放である挽回を習得していない人物とされてきましたが、最終章の千年決戦編で挽回を披露し、さらなる進化を果たしています。しかし過去にコメントで、ザラキケンパチの残白島は使い手のザラキケンパチが強かっただけで残白島自体は弱いという意見をいくつかもらいました。そのように噂されてしまっている理由の一つとして、ケンパチの残白島の能力は作中において説明が少なく謎に包まれていることが挙げられるのではないでしょうか。そこで今回はザラキケンパチの残白島の謎に注目して考察していきたいと思います。作中におけるヒントが少なく、かなり個人的な意見が含まれた内容になっていますが、そういった話が苦手な方はご注意ください。ザラキケンパチとは？ザラキケンパチとは、死神の世界、ソウルソサエティに存在する、固定13体11番隊隊長を務める、11代目のケンパチです。ケンパチとは、固定13体で、最も戦いを好み、最も多くの敵を倒してきた者に与えられる、通り名のこと。実際ケンパチは強い相手とギリギリの戦いをすることが何よりも好きという性格をしていて、普段は自身の霊圧を抑制するためのリミッターとなる特殊な眼帯をつけています。また後にケンパチは相手とギリギリの殺し合いをするために霊圧を無意識で本能的に調整していたという設定があったことも判明しました。物語の序盤では主人公の黒崎一護と戦って敗れましたが、それは全てこの設定が原因だったようで、実際は霊圧の上限は未知数です。物語の進行に合わせて主人公ばりに強くなっていったキャラクターだったのでした。そしてその強さの秘密の一つとして、ケンパチが持つ残白刀があります。ザラキケンパチの残白刀。ザラキケンパチの残白刀は刀身がボロボロに欠けた長刀です。長年これは常時解放型の残白刀であり、さらなる解放はないものと考えられていました。ですが59巻にて4番隊隊長であり初代ケンパチだった宇野花烈と激闘を繰り広げた末に残白刀の名前を知ることとなります。その後64巻577話刃にてクインシーの強キャラグレミーと戦い、その中で残白刀の名前を呼んで1段階目の視界を解放しました。ザラキケンパチの残白刀の名前は野ざらしで、会合はのめ、解放すると身の丈を超えるほどの大きな刀になります。この刀でケンパチはグレミーが作り出した巨大な隕石を一撃で粉砕していました。ただ強大な破壊力を誇ること以外、特にこれといった特殊能力は披露されていません。野ざらしの挽回。野ざらしの2段階目の挽回は73巻669話刃2にて最強のクインシージェラルド・バルキリーとの戦いで披露されました。名前は不明で、ケンパチのそばに突如現れた11番隊副隊長草獅子八千里に力を流し込んでもらう形で挽回を発動します。解放するとケンパチの肌が赤黒く染まり、額には角が2本生え、鬼のような姿に変わりました。この姿になるとケンパチ自身の戦闘能力が大きく上昇するものの、自我を失ってしまい、いわゆるバーサク状態になります。しかしこれといった特殊能力は見られず、普段のケンパチとの違いが見た目ぐらいしかわかりません。こうして見ると確かに視界も挽回も強いのか弱いのかわかりにくいですよね。ではそれぞれ一体どういう能力なのでしょうか。順を追って考察していきたいと思います。ザラキケンパチの残白刀の正体。そもそもザラキケンパチの残白刀に関する考察として、ケンパチにいつもひっついている11番隊副隊長草獅子八千里が野ざらしの正体であるという説があります。その根拠に関しては草獅子八千里について解説した動画で説明していますので、詳しくはそちらを見てみてください。一つ例を挙げると、64巻でケンパチが八千里に対してどっから来たと質問した際に、ケンパチの刀に触れたことが八千里がケンパチの残白刀から生まれた存在であることの伏線だと言われています。他にはアランカルでありプリメーラ・エスパーダのスタークとリリネットのように、草獅子八千里はザラキケンパチが切り離した力の一部であるという説があったり、ケンパチの残白刀の刃こぼれしている部分が八千里なのではないかというコメントもありました。結論として個人的には、草獅子八千里はケンパチの残白刀の力が一部切り離された存在なのだと考察します。その根拠を見ていくために、まず歴代の11番隊隊長の残白刀に注目してみましょう。歴代の11番隊隊長との関係性。歴代の11番隊隊長の残白刀には少なからず共通点が見受けられます。初代ケンパチの宇野花八千里の視界と挽回は水月であり、7代目ケンパチの黒屋敷ケンパチの視界と挽回は雅楽回廊で、どちらも読みが同じで生物タイプの残白刀です。8代目ケンパチ、あざしろケンパチの残白刀、うろざくろに関しても、周りの人間には見えていないものの、常に女性が実体化していることから、生物タイプだと言えるのではないでしょうか。
そのことから11番隊隊長の残白糖は視界も挽回も名前が同じで生物タイプに近い残白糖だと考えられます。ちなみにマダラメ一角の挽回、龍門宝月丸の龍、綾瀬川弓近の視界、ルリー六尺の孔雀のように11番隊の隊士に関しても生物との関連性があるのかもしれません。さらき剣八とあざしろ剣八の対比、歴代の11番隊隊長の中で特に注目したいのが8代目剣八のあざしろ剣八と残白刀うろざくろの関係性です。ここからの話はあざしろ剣八について知らないと理解しにくいため、知らない方は先にあざしろ剣八について解説した過去動画の方をご覧ください。あざしろは小説スピリッツ・アー・フォーエバー・ウィズ・ユーに登場したキャラクターですが、実は小説でうろざくろはあざしろ剣八のことを剣の字と呼んでいます。ここで思い出したいのが、草獅子八千留が、さらき剣八のことを、剣ちゃん、と呼んでいることです。また、あざしろ剣八は、挽回を常に解放し続けている存在であり、さらき剣八は、視界を常に解放し続けている状態でした。まさに、二人は対比の関係性にあり、個人的に、草獅子八千留は、さらき剣八の視界状態における残白刀の力が一部切り離されて作り出された存在なのではないかと考えています。ただ、注意したいのは、八千留は残白刀本体ということではなく、あくまでも残白刀の一部であるということです。59巻において、剣八の残白刀の声が登場していますが、その丁寧な口調は、八千留とは明らかに違っていました。一部だけが切り離された存在だからこそ、本体と違い、八千留の年齢は幼くなっているのではないでしょうか。剣八が野晒しをお披露目した相手は、クインシーのグレミーでしたが、グレミーも、自身の想像したことを現実にする能力によって、グエナイルリーという意志を持った生物を作り出しています。これがある意味、生物を作り出すことの匂わせであり、歴代の11番隊隊長の残白刀が生物タイプだったことも踏まえて、剣八の残白刀の能力は、彼が持つ膨大な霊力を分け与えて、意志を持った生物を作り出す能力とかなのかもしれません。ちなみに、あざしろの残白刀、うろざくろは常に挽回状態ですが、視界の状態に戻すと、あざしろのそばに常に現れていた女性は消え、すべての力が一本の刀に集約されます。それと同じように、剣八も八千留に分け与えていた力を刀に戻すことで、野晒しという大きな刀の形に変化するのかもしれないですね。剣八の視界の謎。さらき剣八が野晒しを披露するはるか前に、作者の久保先生はインタビューで、剣八は常時解放型の残白刀なので、あれが視界ですね、と、剣八が初めに持っていた刀について明かしていました。昔の話なので、設定が変更されている可能性もありますが、久保先生の発言を踏まえれば、剣八が初めに持っていた残白刀は、すでに視界状態だったことになります。12巻で、剣八は、俺が残白刀を封印しねえのは、霊圧がでかすぎて、全力で抑え込んでも封印できねえからだ、と言っていますが、この発言も、常に視界を解放し続けていることの証拠だったわけです。ここで、ブリーチには、11番隊の綾瀬川弓近が持つ残白刀の、偽の名前の、藤孔雀と、真の名前の、ルリー六尺のように、偽の名前をつけるというシステムがありました。その他に、6番隊副隊長の、あばらいレンジの挽回は、半分の力しか出せない、ヒヒオウザビマルという仮の名前と、総王ザビマルという、真の名前があります。草獅子八千留という名前は、剣八が残白刀に与えた偽の名前であり、その時の能力が、草獅子八千留という存在を作り出すことだったのだとすれば、野晒しという、真の名を呼んだことで、巨大な刀の形態に変化したのだと考えられそうです。なお、剣八が持つ長刀は、少年時代に死神から奪ったものですが、この時からすでに、同じ刀の見た目をしていました。なので、剣八は、少年時代から視界を解放し続けていたことになりますが、剣八の残白刀が複雑な事情を抱えているのは、元の残白刀の持ち主も関係しているのかもしれませんね。挽回の能力。剣八が挽回をお披露目した際、突然現れた八千留から力を分け与えられていて、剣ちゃんが私をちゃんと使えば、剣ちゃんが切れない奴なんていないんだから、といった言葉を告げられています。実際、その後、敵のジェラルドを切りまくっていました。おそらく、剣八の挽回は、上限なく、無限に強くなれる、というものなのではないでしょうか。一方で、自身の力に体が耐えきれず、腕がちぎれてしまっている描写があることから、肉体的な限界はあり、だからこそ、八千留という存在に、力を分散させていて、必要に応じて力を引き出しているのだと思われます。剣八は最終章である千年決戦編でラスボスのユーハバッハから未知数の戦闘能力として5人しかいない突起戦力のうちの一つに数え上げられていました。これは剣八は無限に強くなれることを示す伏線だとも捉えられます。ユーハバッハもクインシーに力を分け与えて奪い去るという能力がありますが、ある意味剣八の能力はそれと似ているところがあるのかもしれませんね。さらき剣八と黒崎一護との共通点。
ケンパチの野ざらしは、主人公、黒崎一護が持つ残白刀の残月と似ていると思った方も少なくないのではないでしょうか。実際、似ていると思いますが、ここで、黒崎一護の10年後の姿について解説した過去動画にて、残月の持ち手に巻かれている白い布には、力を封印していることを暗示する意味があるのではないかという話をしました。その証拠に、10年後の黒崎一護の残月からは、白い巻き布が消え去っていますが、これは、一護が死神として 100% の力を出し切れる状態になったからだと考察できます。一方で、さらきケンパチの野ざらしを見てみると、視界、挽回、どちらも、白い布が巻かれたままです。ということは、ケンパチは、まだ自身の力を封じているということなのではないでしょうか。実際、さらきケンパチと対比の関係にあるあざしろケンパチも、残白刀を使いこなしていなかったので、さらきケンパチに関しても、残白刀を使いこなしているとは言い難く、成長する余地はありそうです。個人的には、野ざらしが刀を収める鞘のような形をしているのも気になっています。また、八千の視界、散歩拳銃の中に、ケンパチと似た刀を使っているモンスターもいました。もし、何か考察がある方がいれば、ぜひコメントください。ちなみに、さらきケンパチの元ネタは、三大妖怪の一つ、酒呑童子である、という説ももらいました。酒呑童子とは、名前の通り、酒が大好物の鬼であり、鬼の頭領だとされています。実際、野ざらしの会合、の目は、お酒にかかっていますし、挽回は、鬼のような姿になります。そうなれば、八千は、妖怪の座敷わらし的な立ち位置でしょうか。この元ネタから考えていけば、さらに能力の考察ができるかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。